1> 第1回大会を記念したソ連の6国兵限って1969年発行モスクワ国際バレーコンクールは1969年からモスクワで4年に一度開催されているバレーコンクール主催はロシア文化賞2017年現在の規定ではジュニア部門シニア部門振付部門の3種類がある部門を問わず プロとして活動中のダンサーも参加でき、バルナ国際、ジャクソン国際と共に、世界の主要、バレエコンクールの一つに数えられている。2017年は、ボリショイ劇場で6月10日から20日まで行われ、審査員長は、振付家のユーリー・グリゴロービチが務めた。ソ連時代の1969年、当時ボリショイバレエ団のバレエマスターだった。 クリゴロービッチの提唱によって創設された。当初からバレエ大国としてのロシアの国家的な行事として取り行われている。歴代の受賞者はソ連出身者が最も多い。1981年には試験的にジュニア部門が設けられた。この年齢別の審査は2001年から現在まで継続して行われている。また2001年には 振付部門も新設された。2017年の審査員は17名で構成され、国籍別ではロシアから6名、ウクライナ、ベラルーシ、エストニア、日本、フランス、イタリア、オーストリア、デンマーク、スウェーデン、米国、中国から各1名となっていた。2017年の出場者は、シニア部門89名、ジュニア部門56名、振付部門29名だった。前述のように、 年齢別で部門が分かれており、映像による事前審査の後、3ラウンドの勝ち抜きで争われる。バルナ国際と同様、出場はソロでもパトルによるデュエットでも可能で、最終的な評価は個人としてなされる。両部門とも、第1ラウンドでは主催者が指定した課題曲の中から1点を踊り、また、第2ラウンドではこのコンクール専用に振り付けられた。 作品、または2005年以降に制作された作品の断片を踊ることが定められている。シニア部門では第3ラウンドをオーケストラの生演奏で踊らなくてはならない。このコンクールのために特別に創作した振付作品2点で審査される。このうち少なくとも1点については、ジュニア部門、またはシニア部門で出場するダンサーに振り付けられたものでなくてはならない。 作品の制限時間はあるが、使用する音楽と振付の内容は自由。各部門で1位から3位までに、金、銀、銅のメダルと賞金が授与される。ただし順位によって該当者なしとされたり、複数名が同順位となる場合がある。また、シニア部門の中から1名に、グランプリが授与される年がある。ダンサーを対象とした、ジュニアシニアの両部門については、エントリー別。 性別に受賞の対象となる。すなわち、シニア部門の場合、一位金メダルは、ソロ女性1名、ソロ男性1名、デュエット女性1名、デュエット男性1名の4名が対象となりうる。受賞者は翌日ボリショイ劇場で観客を前にした、ガラ公演に出演する栄誉を与えられる。近年日本からは、毎回10名前後が参加している。 過去には1969年に深川秀夫が銀賞を受賞。1981年には当時15歳だった下村ゆりえがジュニア部門ソロで銀賞を受賞した。その後は岩田森弘と倉永美佐が金賞を受賞。2013年には畑戸理恵子が同賞を受賞した。2017年は大川光也と寺田緑が シニア部門ディエットで金賞と同賞を受賞したほか、日本国籍の血の円区が、ジュニア部門ソロで金賞を受賞した。一下では、金賞以上の受賞者のみを記し、金賞と同賞については省くものとする。は、該当者なしを意味する。ありがとうございます。